野田阪神駅は、大阪府大阪市福島区大開き一丁目にある、大阪市高速電気機,機動線日前線の駅で、同線の始発駅である。駅番号は、S11。大阪環状線野田駅とは接続しておらず、隣駅である、玉川駅が、乗り換え駅である。プラットホーム2番線ホームにある、ひげ文字の駅名標地下1階改札外コンコース2面2線の、 相対式の地下駅。改札口は一番線ホームにつながる中東改札と二番線ホームからの出口専用である中西改札の2カ所に設けられている。北改札と南改札があったが、2020年3月26日20時をもって閉鎖され、翌27日の初発から中西改札が共用開始した。南辰美行きの旅客列車は一番線から発車し、 二番線は、朝夕ラッシュ時の旅客列車のうち、当駅到着後に回送列車として、森宮県車場へ向かう列車のみ停車する。二番線ホームにはコンコースへのエレベーターや、エスカレーターは設置されていない。このため、二番線ホームに到着する列車は、淡沢駅発車後の車内放送にて、エスカレーター等を利用する乗客には、玉川駅での後続列車への乗り換えを流している。 2020年3月26日まで2番線ホームは北改札にしかつながっておらず、淡沢駅と玉川駅発車後の車内放送にて、進行方向前よりからの降車を呼びかけていた。また、各駅の野田阪市に行き時刻表には、当駅の2番線に到着する列車に印が記載されている。2番線ホームにはホームドアが設置されておらず、また側の柱には、 大阪市営地下鉄で1980年代まで使われていたひげ文字と呼ばれる独特の実体で書かれた駅名表が残っている。また、その駅名表におけるローマ字表記は現在のものと異なり、野田阪神となっている。夜間大白の運用がある。当駅は南馬管区駅に所属し、駅長が配置されている。また、玉川駅を管轄している。 2020年11月10日の1日、上皇人員は24,539人である。周辺地域は通称野田半神と呼ばれている。ありがとうございます。